熊本地震で崩壊する前の熊本大神宮、熊本地震で崩壊した後の熊本大神宮、熊本大宮宮は熊本県熊本市にある神社。熊本城東側に位置し、南隣に熊本城稲荷神社がある。本殿向かって、左側には熊本城本丸の石垣がそびえている。伊勢神宮の天照大臣と、豊池大臣を勘定して祀る。 明治3年の大京宣布の御事のりを受けて、同9年に神宮教員の熊本本部として、伊勢神宮の神事を迎えて、熊本城内に鎮座したが、西南戦争により、翌10年2月に熊本城と共に消失したため、同11年、手っ取り本町に神明造りの電車を建て、また大高堂や学生寮等も併設して、神宮大麻や神宮歴の半譜と共に、 青年の共同を担った。その後、明治21年に、高城町に移転、同32年9月に、神宮教が、神宮法裁会へ変組み、解消されるに伴い神宮法裁会熊本本部となり、県下の神宮大麻や、神宮歴の半譜を宣言し、大正15年には、現在地に、神殿、廃殿等を新設して、翌昭和2年1月24日に遷座した。 昭和20年12月に、神道指令を受けて、神宮法裁会が解散すると、翌21年6月に神社として再発足する。神社本庁が包括する神社の一つであるため、奉職するには本庁の発行する会議が必要である。熊本県神社庁熊本中支部に所属。平成28年4月に発生した、 平成28年熊本地震により、熊本城の東十八軒矢倉と、北十八軒矢倉が倒壊し、神社の建物の屋根を突き破る被害が発生した。安丸義雄、宮寺正人編、日本近代思想大敬語宗教と国家431ページ、熊本城の矢倉が倒壊、加藤清正の築城当初から残る、国十分朝日新聞2016年4月16日、 ありがとうございます。